はい、こんにちは。今日はカルピスさんのウェルチ、グレープ味果汁 50% の動画レポートです。こちらのラベルにですね、1869年よりというふうに書いてあるんですけれども、そうですね、実はこれを飲むのは初めてだと思います。普通の白色のカルピスは、そうですね、カルピスウォーター含めてよく飲むんですけれども、近所のカルピス専門の自販機で見つけましたので、ちょっとどんな味がするのか買ってきたんですが、スーパー行くとよく売ってるんですかね。とりあえずそれでは飲み物の情報です。ですね、原材料名の方が 50% ブドウ果汁入り飲料、カルピスブランドさんなので乳酸菌飲料等々ですよね、入っているはずなんですけれども、書いてないですね。とはこちらの方カロリーです。100ml あたり22キロカロリーということです。あれ、カルピスとまたちょっと違うんですかね。通常のグレープジュースということでしょうか。いずれにしてもちょっとどんな味がするのか楽しみです。というかブドウの味しかしないですよね。乳酸菌なしなんですかね。はい、コップの方に移してみますとですね、すっごいいいブドウの匂いがしてまいります。ものすごいです。ふわーってブドウの香りが、色はそうですね、もう見たまんまグレープブドウジュースという感じですね。それではいただいてみたいと思います。おまろやか、すんごく美味しいです。それでいてそうですね、まろやかであんまり甘くなくて、後味すっきり爽やかという感じです。少し甘みが足りないぐらいのなんていうんですかね、味付けだとは思いますね。それではちょっと今一度飲んでみたいと思います。おお、口当たりがすんごいんですよ。美味しいですねこれ。ただ喉越し少しだけそうですね、欲を言えば渋みが残るような感じなので、もうちょっと甘いとより良かったんではないでしょうか。ちょっと偉そうですみません。でもとっても美味しいです。初めてですね、飲むのは。とりあえず美味しいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。